仕事ご苦労様です、大石刑事殿。一課の刑事がわざわざこんなところに。ありがとうな。もう元気出してくださいよ。偽物もいいとこです。やめろって。それよりしよう、今バイト中じゃないのか。不良に絡まれてるところを助けてもらったって言ったらねぎらってあげろって。あれ全部雛見沢の人なんだろ。ええ、そうです。一人の敵は全員の敵。結構頼もしい住民性なんですよ。村全部が一丸になって戦いました。村人たちの連帯感や団結心は今でも消えていないんです。はい、今すぐ。すみません、もう仕事しないとまずいみたいです。あ、ミオ。そう思うならきっと返してくださいね。じゃあまた。すいません、ようこそエンジェルモートへ。よしよ、世話になりに来たぜ。そのバイトの後ちょっとご一緒してもらってもいいですか。まあ特に用事はないし構わないよ。じゃあそれまでのんびりしててくださいね。やかましいぞ油デブ、俺の目が黒いうちに出てうせろ。ケイジにすみませんでした。うん、助けに来てくれただけで嬉しかったです。もう暗くなってきちゃいましたし。じゃあそれに、なんであんたがここにいるの。最初からそうだって言ってますよ。園崎しおん、お姉の双子の妹ですよ。ケイちゃんだって私のことしおんって呼んでたじゃないですか。そう、どういうことなの。説明してよしおん。別に、お姉がご出身のケイちゃんってどんな人なのかなって思って。ミオンが電話をくれたろ、昨日さ。しないよ私、何のことか全然わかんない。ケイちゃんのためにお弁当を届けてあげたのも私だもんね。それは私。へえ、お姉って見かけによらず大胆。ここまでのは全部私、園崎しおんなの。これで疑いは晴れたでしょ。さ、店員さん、人形ちゃんと包んでくださいね。大好きになった人からの初めてのプレゼント。しおん。ではそういうことで。って待てこら、しおん、お前なんでここにいるんだ。それはですね、私が雛見沢ファイターズのマネージャーだからです。しおん、お待ちくださいまし。